りなど。お前から九尾を引き出し、木の葉を潰す。さあ、出てこい、九尾。忍びの力は何をなそうとしているか、その意志の強さで変わる。わかるか？お前と俺とでは意志の強さが段違いなのだ。九尾を操るほどの力を持ち、そして木の葉に出入りできる忍び、それに当てはまる人物は俺の知る限りでは一人しかいない。まさかあなたが内葉マダラだというのか？さあどうだろうな。ここで時間を食っていては里の被害が大きくなる。早めに奴を仕留めなくては。おっと俺を相手にそれができるとでも思うのか？行くぞ。なぜ木の葉を狙う？言うなら気まぐれであり、計画でもあり、戦争のためでもあり、平和のためでもある。一体何を？お前は何もかも遅すぎる。どういうことだ？分かる必要はない。どうせ何も知らぬままお前は散るのだからな。どうした四代目？お前の力はこの程度ではないだろう。里が気になるか、それとも子供が気になるか、いずれにせよ戦いに集中できないお前はここで死ぬ。さすが四代目火影、この俺に手傷をくれるとはな。だがいずれ物事は俺の思うがままに流れることとなる。俺はこの世を滑るもの、やりようはいくらでもある。話のまま出てきちゃったけど、いいの？今回の一件で木の葉に壊滅的なダメージを与えられた。しばらくは地里の復興に目が向けられるはず。なるほど、その間に動くというわけか。月の目計画を成すにはいろいろと準備がいい。大国の注意はそらしておくに限る。行くぞ。この世界は真っ暗だ。皆の先生、こんな
世界は。どうでもいいんだよ。